花が。頭蓋骨、頭蓋骨っていっちゃいらねえな。いらねえアイテム拾ってまったよもう。はいはい。触ってみよう。ひどい。何でもやればいいってもんじゃないだな。これがこういう部屋と、でこっちが、彼女たちは美しくそしておしゃべりである。彼女たちの特徴はここに記す。白い花はこの庭の中で一番美しい。雨に当たると不思議なことに花びらが光る。赤い花は物知りである。しかし彼女たちは常に嘘をつくので会話の線に注意が必要で、黄色い花は可愛らしいが性格に難がある。この花から取れる粉は人を殺しも生かしもする高級な薬になる。へえ。持ってない。うわ、唾がれ。女の子に唾。なんてことだ。謎が深まってきたな。引きちぎる方法と引き抜く方法のうち、頭蓋骨、あと2つ持ってる頭蓋骨かける2だ俺。あー、ここは渡れないと。はいはいはい。だからこの腹を殺さなきゃいけないのか。だから引き抜くが正解だね。正解だね。話しかけてみよう。ごきげんよう。引きちぎってみよう。ねえ、だから手折る。お、やったぜ。持ってってろ。オッケー。あー、これが薬かい？なるほどね。これをやると。あげよう。この中になんか吸う道具があると。え？どうしたらいい？俺なんかできることあるか？頭蓋骨か？違うか？
吸えるもの？ストローみたいな？ストローなんてあったかな？ストロー持ってませんか？ストローなんかあったかな。触るとね、死んじゃうんですよ。じゃあ、あの鳥がどこ飛んでったかだよね。こっちにもなんかあるよ。鳥飛んでるよ。色のない靴で通ること。正面右左正面右左。ちょっと待って、靴？靴なんかあったか？三つ目のドグロ。え、靴？靴なんてあった？まだだ、ここは。右上に時間制限が出てましたね。マジ？はい。ちょっと待って、吸えるもの。あ、待って、右行けるようになってんじゃん。なんだ、え？頭蓋骨、はいはいはい、これ使うと。3つ目の頭蓋骨。なんこれ。あ、これで ちょっと待ってください。みんなに合わせてこ。さっきのやつこれ。正面右左ってやつ。正面右かな。じゃあこれは、よしよしよし、待って、え、合ってる？いや、合ってないな、これ。もう4つ置かないとですね。これまだあれ2つしか持ってないわ。あと1個足んないこれ。時間制限のとこに1個ありましたよ。ああ、そういうことね。透明な靴ってのは何だったんだろうね。いけんのかい。15、14。どういうこと？靴持って、靴履かないといけないところなんですか？靴を手に入れなきゃいけないってこと？
王っていうのはどこにあるんですかね。靴、靴って、あ、ここ下も行けるね。枕で何も見えねえぐらいで帰ってくんじゃねえよ。あ、ここも行ける。なになに、あ、また穴開いた。靴を手に入れるには、とりあえず頭蓋骨と瓶取りに行きましょう。え、15秒のところ。頭蓋骨あった？ありました、ありました。マジ？1回目入った時手前のどっか、よいしょ、瓶。あ、これね、これとどこだっけ。一回出るか。そうっす、一回出よう。え、どこあったっけ。なんか見つけてなかったです。思ってた。あったあった、かかれ。んで、お茶ないよ、お茶ない。んでよ、どういうこと？正面右左、正面右左でしょ？あ、全部動かさなきゃいけないってこと？違うね。正面右左、正面でしょ？だからこれ左やってんだよね。左、正面右左、正面合ってるでしょ？でもこれ左左右左右になっちゃってるんだよね。上なんじゃないですか。上？正面左右か。これレバー押してみようか。あ、もう来ない。ちょっと待って、正面右左でしょ。数ら線、はい、ないないない。正面左右、正面左右、正面左右。うっすら線なんかないよ。こういうあるね。始まりが正面だとしたら、ああ、なるほど。正面、正面、正面。ごめん、じゃこれ右ってことか。正面左右正面、これでいいのかな。 OK、 行ってみよう。お、いいよ、謎解けて。口ありがとう。いえいえ。んで、いや俺、うわ、窓かけてくるかい。俺あれ初手買わせたのマジすごい発信機だったと。割れながら、あ、扉まで追ってくるとは思わなかったよ俺は。だいたいいつも制御だろそれ。
追ってくんね。これ追ってくるね。これをかわしてく、かわしてく、華麗に。よし。うわー、いけた、いけたな、今よけれたな。油断しなきゃ。あとこれで水が溜まったんで、あー、これでライトにして暗い部屋に行くと。はいはい、愛し愛し。あ、これね、オッケーオッケー。言うても何も見えないよマジで。お、早くも二手に分かれたよ。うわー、無限ルート。待って、広いんじゃないか意外とここ。え、そして無音。ここじゃないとして、タンスだってな、これ。パイプ、あ、パイプだけでいいってことか。これで戻ればいいのか。あの棺の中身は気になったけど。うわ、追ってくるやんこれ。ちょっと待って、出口の場所なんか俺到底覚えてないよ。どうしたらいい。はいはい、どうやって来たかも覚えてないよ俺は。ちょっと待って、落ち着いていこう。意外と広いということでよろしいか。奇跡的に帰ることができそうではある。なんでピン落とすんだよ。おい、とんだ間抜けがいるぞここに。なんとなく感覚で帰ってこれた多分。おお、これパイプを持ってくと。はい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 、なんで、あれ、すげえ。取ってみよう。赤い靴。ああ、これでやっと通れる系ね。え、でも赤い靴でいいんか。血を流せ。ああ、お、なんかいる。お、いなくなった。だからここで一回洗ってから行けと。そういう感じかな。はいはい。なるほど。
またこいつこんのやりやがったな。こいつまたやりやがったな。俺あいつを許すそうにね。